はい、お疲れ様です。8月14日の日原子ガイド終了しました。まあ本当に今年のというか最近のというか梅雨時期からこの夏の日原子の魚はもう本当よくわかんないなという感じですね。はい、まあ本当動きすぎですよね。やっぱりまあね、水位が高いのと水温がねそこまで低くな高くないのと、まああとはねやっぱりワカサギ、まあメインベイトが S、 まああの小魚っていうのもあると思いますけど、もう本当によく動きますね。だからもうね、最近割とねずっとシャローで釣ってたりしますけど、でシャローにいなくなったなと思ったらその沖のミドル、まあミドルならまだいいけどね、思いっきりディープに魚が入ってたり、で逆にそこにいたディープの魚いなくなったなと思ったらシャロー入ったりとか、本当になんかもう動きすぎていてなかなか難しいです。本当もうなんか今年の夏ほどなんか、ね、意味わかんない感じのこともなんかあんまり記憶にないかなって感じですね。でまあ今日はまあまあ、釣りとしてはまあ割と最近いつも通りだったんですけど、ただね朝のそのシャロー系がいまいちで、でちょっと時間経ってからあのシャローに魚が思いっきり入ったりとかしましたよね。でまあね、ただまあ昨日ほど、まあ昨日というかまあ昨日おとといとか、ね、ここ最近ね結構ボイルがすごいバンバンやってるんですけど、そこまでの大きなボイルには今日は当たんなかったかなっていう感じ。まあその中でもねまあ一応この表層パーフィネスか、表層パーフィネスでやってまあポロポロとは釣りましたけど、まあそこまでなんかすごいラッシュみたいなのはなかったかなって感じですね。でまあ逆に深いところがやっぱりもう相変わらず深いところの魚も本当にもうなんか現れたり消えたりで、でね湖の南部とかにねちょっと今まであんまり入魚が入っていなかった、まあ魚っていうか餌ですよね、ワカサギが入っていなかったような半分周りとかで結構まあ魚が入ってたりとかっていうそういうところもあったんですけど、まあ結局でも今日釣ったのはまあビドガラミですかね、ビドガラミのバンク、でまあそういうところではねまあ比較的まあ結構パタパタパタっと連発したり、まあいいサイズがねポロポロとついてくれたりとか、まあそんな感じではあったんですけど、まあ相変わらずでも探し回ってでまあいいとこ見つけてようやくっていう感じですよね。まあ本当に探す、もう本当にねまあ移動早いんで本当に魚の移動が、まあね最近いたからここどうかな、この風向きだからここ良さそうだなっていうとこ入って、でもやっぱりいなくなってっていうのが普通にたくさんあってって感じですね。で今日は最初西風で、その後一回ねやっぱ日原湖あるあるの、まあ北だけ天気が悪い、まあね北東北西側からまあ北西側からちょっと南西にかけて、まあ馬のまあそうですね、まあ湖北部から馬のまあ小高森の北くらいにかけてまあ斜めにこう入っていく雨雲が今日もあって、でそのタイミングでやっぱり北風が吹いて、でその北風が吹いてまた西になりかけて、で最終的に止んでって感じだったんですけど、まあそのまあ風の変わり目ですよね、とかまあ闇目とかでまあうまいこといいとこ当てられて、まあそういうところではまあ比較的連れてくれてっていう、そんな感じでした。はい。本当に今年の梅雨から夏の日原湖の魚たちには手を焼かされますね。はい。まあね、ある程度その上下のそのシャローからミドルディープへの移動が激しいだけで、ずっと魚が濃いところっていうのはあるんですけどね。まあ本当大場所ですけどね。まあ月島とか小高森ですけど、まあその辺の大場所はね、別になんか全然、まあシャローに入ったり深いとこ入ったりもそれだけなんで、まあそこまで魚を追いかけるの大変っていうことではないんですけど、まあそれ以外のエリアが本当に結構大変だなっていう感じ、まあそれをね結構頑張って探してはいるんですけど、まあなかなか、手ごわいというか本当に読めない魚たちだなっていう感想です。はい、ということで、そんな感じの8月14日の日原小ガイドでした。